玉木修行は、ブラジルサンパウロ出身の元プロ野球選手。ブラジル名は、エンリケシュゲオ・玉木。ブラジルで、日系三世として生まれ、カスペル・リベロコ時代に、ブラジル選抜として、日本選抜と対戦。1990年に来日し、三菱自動車川崎に入社。1995年の第22回社会人、野球日本選手権大会で MVP に輝く。 1995年のドラフト3位で広島東洋カープに入団。広島では右の中継投手として活躍した。2001年には62試合に登板し、防御率2.76という高成績を残している。また、ローテの谷間には先発もしてよく抑えた。1999年、日本に帰化 2005年無償トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍。セットアッパーとして活躍するも故障し、その後一軍に復帰することなく2006年9月26日、楽天から戦力外通告を受け現役を引退。プロ野球に入れてよかった。悔いはないとコメントした。広島入団時に選手としてダメなら中南米担当のスカウトで、 とのことだったので、広島でその職に就くものと思われたが、2007年から巨人の二軍コーチ補佐権、中南米選手発掘担当に就任。実績としては、ウィルフィン・オビスポの獲得に貢献したが、2012年をもって退団。その後ブラジルに帰国し、現在は、ヤクルト野球アカデミーのコーチを務めている。 角度のある時速 140km 台のストレートとスライダー大きな縦のカーブフォークといった変化球を投げる。右投げの投手ながら左打者には強くフォークの被打率が非常に低いのが特徴。ブラジルサンパウロリベルダーで地区にあるブラジル日本文化福祉協会内に設置されている移民博物館には日系ブラジル人初のプロ野球選手として 広島時代のユニフォームが飾られている。ありがとうございます。